中村進む馬の肖像写真、中村慎吾昭和14年10月21日は、国際法学者、東京商科大学名誉教授、七博士建白事件で日露戦争改戦を主張したことでも知られた。高田出身、旧高田藩士、中村旧王の三男として生まれる。東京帝国大学法科大学主席卒業。 はじめ末岡正一に支持し国法学を研究したが、実刑である国際法学者前、タモリが要請すると、ドイツ、イギリス、フランス各国に留学して国際法、外交史等の研究に転じた。学習院教授、東京高等商業学校、東京商科大学教授を歴任。1930年に東京商科大学を定年退官し、 東京商科大学名誉教授の称号を受けた。弟子はいなかったため、国際法講座の公認教授には、民法の岩田新聞科で、グロチウス研究をしていた大平前後を据えた。その後も、死の前年まで引き続き、東京商科大学の講師を務めるとともに、1939年に死去するまで、早稲田大学法科の教授や、拓殖大学学官も務めた。他に、 海軍大学校、海軍経理学校、日本大学、慶應義塾大学、中央大学、明治大学、法政大学、上智大学、日本女子大学校等でも教弁を取った。外交史、国際法に関する著書も多い。日露海戦の直前、他の6人の博士と共に政府の対ロシア外交を非難して日露戦争の海戦を主張したことで知られる。 この事件で学習院辞職後、千葉県一宮長老女子に所有した別荘に、歓挙した。酒好きが高じて、新州旅行中事病の胃潰瘍で倒れ、代々木三国の自宅で療養していたが、昭和14年10月、70歳で亡くなった。墓所は、雑誌ヶ谷霊園。ありがとうございます。